今日はどこへ行くんだい？ふっふっ。今日は名鉄を乗り回すぜ。そんな名鉄ばっか乗ってて楽しいかい？それが楽しいんだよな。お前にはわからないか。今回はワンデーフリー切符を購入し、旅をするぜ。乗る電車がやってきたわね。211系だったわね。ラッキーだな。本当は知って。終点の名古屋に着いたよ。次々と撮り鉄たちが集まってくるな。211系、もう現在では運用に入っていないよな。211系は、11月27日の朝の運用を最後に、運用に入ってないよ。感のいい方ならわかると思いますが、現在は犬山線の中尾台付近を走行しています。名鉄名古屋でワンデーフリーキップと、この後使用するニューチケットを購入しました。この後どこで降りるでしょうか。みんなも考えてみてねー。お前の行きたいとこなんか、だいたいわかるけどな。12番線に来て、あ、電車止まってるなって思ったら、で、3、4番線行ったんですよ。止まってなかった。俺番線よくわかんないや。とりあえず新家に行って、そっからですね、白見線に行って行きたいと思います。ゴールド御嶽口に止まります。新上駅の連絡改札を通りまして、広見線末端区間のホームにやってきました。何気に広見線自体も初乗車だな。 6013F でしたね。車内を軽く見て回りましょう。通り抜けができるところのドアは開放されてありましたね。それでは先頭に乗車します。お待たせいたしております。御嶽に着きました。失礼ですが、思ったより栄えてました。ここには新上駅の中間改札についての張り紙があるな。
ということで犬山に戻りました。なんでこんな絵面なんだ？録画をしたのですが、データが消えました。何をしてんの？関係ないところでの日かまみ語録は立たない。さて問題、今からどこに行くでしょう？見た感じ鏡ヶ原線か？答えは次回の動画で、したがって、前編はここまで。ご視聴、ありがとうございました。